豊かな水と季節の移ろいに彩られた私たちの地球。私たちはこの地球の恵みが生命を育んできたと考えてきました。しかし探査が進むにつれ、生命と宇宙の深いつながりが浮かび上がってきたのです。生命は地球だけに生まれたのか。広大な宇宙で私たちは他の文明と出会えるのか。どのような未来を切り開いていくのか。最新の科学は生命と宇宙が織りなす壮大な物語を描こうとしています。宇宙には生命が満ち溢れているかもしれないのです。バルト海に面したスウェーデンのオシュカシハム。ここの地下深くから宇宙に生命が存在する可能性を大きく広げる発見がもたらされました。3600メートルものトンネルを降りていった地下の奥底の岩から、未知の微生物が大量に発見されたのです。岩は高熱のマグマが固まってできたもので、養分もほとんどなく生命には適さない場所だと考えられていました。しかも太陽の光も届かない地下深くで、微生物は一体どのようにして生きているのでしょうか。イエーテボリ大学のカルステン・ペデルセン教授を中心としたグループがトンネル内の岩からサンプルを採取し、微生物が生きていく仕組みを調べました。その結果、微生物は地球の内部から噴き出してくる水素ガスや炭酸ガスを取り込んで生きていることが分かったのです。これが水素をエネルギーとしている微生物です。こちらにもいます。地下にはたくさんいます。大きさは1ミリの1000分の1くらいです。教授はこれらの微生物を地球そのものを食べて生きる生物と表現しています。さらにこれらの微生物はメタンや酢酸などの有機物も作り出していました。そしてその有機物を食べて生きている数多くの微生物もいたのです。地下には知られざる生命圏が広がっていたのです。こうした地下生命圏の生物の量は陸上の植物全体にも匹敵すると言われています。私たち人間のような惑星の表面で生きる生物は宇宙では少数派なのかもしれません。むしろ地下深く星の内部に住む生物の方が多いと思います。おそらくこのような生物が宇宙に広がっているに違いありません。広大な宇宙に生命を宿す星はもしかしたら数多くあるのかもしれません。地下深くの巨大な生命圏だけでなく、砂漠の岩の中や煮えたぎる熱水などからも微生物が見つかっています。どんな過酷な環境でも生き抜くことのできる生命、この生命の計り知れない強さが明らかになるにつれ、地球だけでなく太陽系のさまざまな星にも生命が存在するのではないかと考えられるようになってきたのです。地球のはるか外側に生命の存在が期待されている星があります。木星の衛星エウロパです。
大きさは地球の月とほぼ同じです。このエウロパに最新の探査機が大接近し、鮮明な画像を送ってきました。一体エウロパとはどういう星なのか。探査機の画像データに基づいてエウロパの地表を3次元のコンピューターグラフィックスに再現してみました。地平まで広がる氷の平原のあちこちに氷山のような巨大な氷の塊が横たわっています。切り立った氷の壁の高さは100メートルから200メートル。南極や北極を思わせる壮大な氷の世界です。表面の温度はマイナス160度。とても生命がいるようには見えません。実は科学者が注目しているのは氷の下です。氷の下に海が広がっているというのです。エウロパの内部に海を作り出したと考えられているのは木星の重力です。エウロパは木星のすぐそばにあるために巨大な重力で引っ張られ伸びたり縮んだりします。そのため内部に膨大な摩擦熱が生まれます。この摩擦熱が氷を内側から溶かし海を作っているというのです。海の深さはおよそ100キロメートル。実に地球の海の10倍にも達します。この海の中に生命がいるのではないかと考えられているのです。NASA ではエウロパをさらに詳細に探査する新たな計画も検討し始めています。今世紀半ばには海の中に潜水ロボットを送り込み生命がいるかどうか直接探査しようというのです。NASA の研究者が考えているエウロパの世界です。氷の下に広がる広大な海、海水には大量の有機物が溶け込んでいます。海底には活発な火山活動が見られ、豊かな熱エネルギーを利用して独自の生態系が進化している可能性もあります。海底から噴き出す熱水にはバクテリアが繁殖し、そのバクテリアを食べるエビやクラゲのような生き物もいるかもしれないのです。エウロパには地球とは全く異なった独自の進化が起きているかもしれません。そうした別の生態系が見つかれば宇宙全体に様々なタイプの生命圏が広がっている可能性も極めて大きくなるでしょう。広大な宇宙には数多くの生命の世界があり、独自の進化を遂げているかもしれません。科学者たちは様々な環境に適応した多様な宇宙生物を考え出しています。暗黒の宇宙に浮かぶ巨大なガス惑星、
ここに生息すると想像されているのは気球型生物です。この生物は上下に漂いながらガスの温度差をエネルギーに変えて生命を維持しています。重力が極端に大きい惑星では強い骨格を持ち陸上をゆっくり這うような生物が進化しています。氷に閉ざされた惑星、宇宙から降り注ぐ放射線と氷が反応して酸素が生まれ、それを利用する生き物も考えられます。宇宙には私たちの想像を超えた様々な生命が満ち溢れているかもしれないのです。宇宙のどこかで独自の進化を遂げているかもしれない生命、もしそうだとすればその生命が高度な知性を獲得している可能性はあるのでしょうか。太陽系では私たちの地球だけに人類のような知的生命が生まれ文明が発達しました。なぜ地球に知的生命が誕生したのか。東京大学の松井貴文教授はその意味を問い続けています。松井教授は知的生命への進化は地球が長期にわたって安定した環境を保つことができたためだと考えています。単純に生命が生まれますという惑星だけではですね、その惑星は生命生まれるかもしれないけどその環境がすぐねダメになっちゃえば生命はそこでおしまいになっちゃうわけね。長い間こう存続するっていう意味ではやっぱり地球っていう星はある種特別な条件をいくつも満たしていると。で40億年ぐらいにわたって地球環境っていうのは一定に存続していると。でその40億年ぐらい経った惑星、生命の進化みたいなものの果てに我々みたいなものが生まれてくると。だそのぐらいのやっぱり年数がどうしても必要っていうことだろうと思うんですけどね。知的生命を生み出すための安定した環境、松井教授がまず挙げるのは海の存在です。地球では40億年にわたって海が存在し続け生命の進化を育む重要な役割を果たしてきました。なぜこれほど長い間海を保つことができたのか。理由の一つは地球の位置です。金星は一時的に海が生まれた可能性もありますが太陽に近すぎたために海は蒸発してしまったと考えられています。火星はかつては地球と同じように海があったとされています。しかし太陽から遠い上惑星が小さいなどの条件が重なったため水は地下に永久凍土として凍りついてしまったと考えられています。地球は太陽からちょうど良い位置にあったことが幸いしたのです。さらに松井教授は陸の存在も海を保つ上で重要な役割を果たしたと考えています。原始の地球は大気のほとんどが二酸化炭素でした。もしこのままの大気だと急激に温暖化が進み海は蒸発してなくなる運命にありました。地球の海を救ったのは陸の存在です。陸に降り注いだ雨は陸にある物質を溶かし海へ流し込みます。このため海はその成分が変化し二酸化炭素を吸収するようになったのです。こうして地球は温暖化への道を暴走することなく
海は生き延びることができたのです。そして生命には40億年にわたって進化することができる環境が与えられたのです。安定した地球環境を脅かす脅威は他にもあります。天体衝突です。日本の夜空を彩る無数の流れ星、獅子座流星雨です。最大で1時間に3000個もの流れ星が観測されました。私たちの地球に降り注ぐものはこの流れ星のように小さなものばかりではありません。直径数キロメートルにも及ぶ彗星などの小天体が数多く地球に衝突しているのです。この天体衝突は地球環境を大きく変動させ、たびたび生命を危機に陥れてきました。アメリカの首都ワシントンから南へ 200km に広がるチェサピーク湾。1994年、この海の下に巨大クレーターが発見されました。直径はおよそ 85km。 衝突が起きたのは今から3600万年前です。この衝突で1万年以上この地域から生命が消えたと考えられています。メキシコユカタン半島の地下に眠る巨大クレーター、直径は 170km もあります。6500万年前この巨大クレーターを生み出した衝突は恐竜の絶滅に深く関わっていると考えられています。地球上の至る所に残る天体衝突の跡、クレーター。天体衝突の凄まじい破壊力は絶えず地球上の生命を絶滅させる可能性があったのです。しかし災いをもたらす一方で、天体衝突は生命の進化に役立ったと考える科学者もいます。私たち哺乳類は恐竜が絶滅したおかげで繁栄し、文明を築くことができました。天体衝突による環境の激変は生命の進化を促進する面があったというのです。天体衝突が多すぎても少なすぎても、地球の生命の進化は今とは違ったものになっていたかもしれません。そして私たちのような知的生命は誕生しなかったかもしれないのです。実は40億年にわたってこの天体衝突から地球を守り続けた存在があることが分かってきました。地球の1300倍もある巨大ガス惑星、木星です。カーネギー研究所のジョージ・ウェザリル博士は、生命あふれる私たちの地球はその外側を回る木星によって育まれたと考えています。天体衝突を起こす小天体の多くは太陽系の外側、
彗星のふるさとといわれる場所からやってきます。これらの天体が何らかの理由で軌道を変え、中心にある太陽の方へと向かうのです。その途中に立ちふさがるのが巨大な惑星木星です。木星の巨大な引力に引き寄せられ、あるものは木星にぶつかり、あるものは軌道を変え飛び去ってしまいます。もし木星がなければ、中心に向かう小天体が飛躍的に増え、地球にも降り注ぐことになると考えられています。シミュレーションによると、もし木星が存在しなかった場合、地球に衝突する小天体の数は1000倍にも増えます。これほど頻繁に天体衝突が起きると、地球上の生命の進化にも大きな影響が出てくるとメザリル博士は考えています。6000万年に1回起きたような破滅的な大衝突が6万年ごとに発生するようになるかもしれません。そうなると、地球で生命が育まれたとしても、知性を持った人間にまで進化する可能性は極めて低いと思います。木星がなかったとしたら、地球は微生物しか存在しない世界になっていたかもしれません。押し寄せる小天体の脅威を取り除いてくれる木星。この木星の盾に守られて、地球の生命は進化できたのかもしれません。巨大惑星木星が地球のはるか外側を回っていたからこそ、地球環境は安定し、私たち人類が文明を築くまで進化することができたとも言えるのです。地球の生命を守ってくれる太陽系の絶妙な仕組み、この宇宙の神秘を探るために人類は次々と探査機を送り出しました。中でも1977年に相次いで打ち上げられたボイジャー1号と2号は、木星、土星、天王星、海王星と次々と探査し、太陽系の惑星の素顔を明らかにしてくれました。ボイジャーが私たちに送り届けたデータは百科事典10万冊分にも上ります。そして今、ボイジャー1号はついに太陽系の果てにたどり着こうとしています。このボイジャーが太陽系の果てにある不思議なものを発見しました。太陽系の内と外の宇宙を隔てる壁があったのです。発見のきっかけはボイジャーが観測した強力な電波です。分析の結果、電波が観測されたタイミングは太陽の活動が活発化した時期にぴったりと一致していて、太陽活動と密接な関わりがあることが分かりました。しかし、奇妙なことに電波は太陽とは全く反対の方向、外の宇宙からやってきたのです。科学者は、太陽系の果てにはある種の壁があり、太陽の活動が高まるとその作用で壁から電波が発せられると考えました。太陽系の内と外を隔てる不思議な壁、
その正体は何なのでしょうか。太陽は常に高エネルギーの粒子を宇宙空間に吹き出しています。この粒子は風のように太陽から流れ出ているため太陽風と呼ばれます。太陽の活動が活発になると太陽風も強くなります。一方、太陽系は宇宙空間を時速5万3000キロメートルという猛スピードで進んでいます。銀河系の中は星間ガスが流れています。このため太陽系が進むにつれて内側からの太陽風と外側の星間ガスが激しく衝突し巨大な壁ができるのです。この壁が太陽系の周りにどのように広がっているのか。ゲリー・ザンク教授はボイジャーのデータをもとにスーパーコンピューターで計算してみました。するとちょうど眉のように太陽系をすっぽりと包み込んでいることが分かりました。この眉で囲まれた範囲を太陽圏と呼びます。実はこの太陽圏が地球の生命にとってなくてはならない非常に大切な存在なのです。太陽圏の外側の宇宙では巨大な星の爆発などが頻繁に起きています。星の爆発は破壊力の強い銀河宇宙線と呼ばれるものを生み出します。太陽圏の外にはこの銀河宇宙線がいつも飛び交っているのです。銀河宇宙線が当たった隕石です。鋭い槍で突き刺したような跡が無数に残っています。銀河宇宙線が強力なエネルギーで硬い隕石の結晶を破壊した跡です。銀河宇宙線が直接生物に当たると細胞や遺伝子を傷つけるなど大きなダメージをもたらします。この危険な銀河宇宙線が太陽系の内側に入ってこないように太陽圏はバリアとなっているのです。このバリアによって地球上の生命は銀河宇宙線から守られてきたのです。太陽圏があればこそ地球に降り注ぐ銀河宇宙線は少なくて済むのです。もし太陽圏が弱くなると侵入してくる銀河宇宙線は劇的に増えてしまいます。太陽圏の存在は私たち地球生命の運命に直接関係しているのです。地球生命が知性を持つまで進化できた大きな理由は40億年にわたる安定した地球の環境にありました。地球は太陽から程よい距離にあり、また陸が生まれたことによって大気中の二酸化炭素が減り海を保つことができました。生命にとって絶滅の脅威となる天体衝突がそれほど頻繁に起きないように木星が盾となり防いでくれました。さらに太陽風が作り出す太陽圏は危険な銀河宇宙線から生命を守ってくれていました。このようなさまざまな条件に恵まれて地球上で生命は文明を持つまで進化することができたのです。
長期間安定した環境に恵まれ、奇跡の星とも呼ばれる私たちの地球。この地球のような惑星は広大な宇宙に他にも存在しているのでしょうか。今もう一つの地球探しが行われています。そして70を超える太陽系以外の惑星が見つかっています。しかしその惑星の姿は私たちの太陽系とは似ても似つかぬものでした。ペガスス座の近くにある HD209458 と呼ばれる星、1999年に惑星が確認されています。この惑星は星のすぐそばをわずか 3.5 日で一周しています。直径は木星の 1.6 倍、ほとんど水素からできた巨大ガス惑星です。星の強い引力に引きつけられ、いつも同じ面を星に向けています。そのため表面は摂氏1200度まで熱せられています。高温の水素ガスが秒速1800メートルという猛烈なスピードで流れ出し、縞模様を作りながら惑星表面を駆け巡っています。生命が誕生し進化するにはあまりにも過酷な環境です。次々と発見される惑星の素顔は私たちの太陽系とは全く違うものだったのです。しかし2001年5月、もう一つの地球探しを一歩前進させる発見がありました。私たちの太陽系に似た惑星系が見つかったのです。発見したのはカリフォルニア大学バークレー校惑星探査チームのデブラ・フィッシャー博士です。フィッシャー博士は北斗七星のすぐ近くにあるオーグマ座47番星と呼ばれる星を10年以上にわたって観測してきました。このオーグマ座47番星にはすでに木星のような巨大ガス惑星が見つかっています。そしてこの夜、新たにもう一つの惑星が確認されたのです。この2つの惑星の軌道を分析したところ、興味深い事実が浮かび上がってきました。一つ目の惑星は木星の 2.5 倍という巨大なガス惑星です。およそ3年の周期で太陽系でいうとちょうど火星よりも少し外側を回っていました。今回発見された2つ目の惑星もやはり巨大ガス惑星でした。1つ目の惑星の外側、太陽系でいうと木星の軌道近くを回っていました。周期はおよそ7年でした。そしてその2つの巨大ガス惑星の軌道は円を描いていて、まさに木星と土星を抱える私たちの太陽系を連想させる初めての惑星系だったのです。面白いことに、この惑星系は今までに見た中で最も私たちの太陽系に似ています。生命が生きていける領域に地球型の惑星がありうるのです。そしてその惑星は外側を回る巨大ガス惑星によって天体衝突から守られていることになります。巨大ガス惑星によって天体衝突から守られ、
太陽から程よい距離にある惑星。そんな知的生命を育む条件を備えた惑星が、もしかしたら内側の軌道に存在するかもしれないというのです。この惑星系は私たちが調べた100個の星のうちの1個です。銀河系には無数の惑星系がありますから、私たちの太陽系に似たものも少なくはないかもしれません。第二の地球は存在すると思います。私たちはもう一つの文明を探す手がかりをつかみつつあるのです。この銀河系のどこかでもう一つの地球が遠からず見つかるに違いありません。新しく始まったミレニアム、人類はもう一つの文明との出会いを求め地球を離れ宇宙へ乗り出そうとしています。この広い宇宙のどこかに必ず知的生命は存在すると多くの科学者は考えています。私たちは決して孤独ではなく、いつの日か他の文明と出会うこともあるかもしれないのです。東京大学の松井貴文教授は、人類が宇宙に乗り出すのは私たちは何者なのかという問いへの答えを探すためだと考えています。もし我々がその陸上に進出できなくて海の中にずっととどまってたと、で海の中で生命がこう進化して知的生命体が生まれてくると、その海の中に生まれた知的生命体っていうものがね、この陸上に出た我々のような知的生命体とどこが違うのかっていうようなことを例えば考えてみればね、海の中にいる生命っていうのは、知的生命体っていうのは基本的にその宇宙っていうのを認識できないですよね。陸上に出るとね、この空、雲が覆ってるけども、その先にね宇宙っていうものが存在するっていうのを認識するわけでしょ。宇宙へ出るってことはね、宇宙から地球や我々を見るっていう視点を得ることで、じゃあ我々っていうのがこの宇宙的スケールで見た時にどういう特質があるのか、あるいはそのもし他の知的生命体がいるとしたらね、それと比較したら我々っていうのはどういう特徴があるのだろうかっていう、そういうその視点を持つわけですね。全体で他との関係の中でこの人類ってどんなものなんだろうかっていうことを考えるね、そういう視点が得られる、宇宙へ出るってことだね。でこれはやっぱり非常に重要なことなんですね。人類は宇宙に乗り出す第一歩として最も地球に似た惑星火星を目指そうとしています。火星はかつて海が存在していたと考えられ、太陽系の中で唯一人類が移住可能な惑星とされています。NASA エイムズ研究センターではクリストファー・マッケイ博士が中心となり、火星に移り住むための具体的方法を研究しています。マッケイ博士は不毛の大地が広がる火星に大気や海をよみがえらせ、人間が宇宙服を脱いで普通に暮らせる環境を作り上げようとしています。地表に水が流れ樹木が育つような温暖な火星をわずか50年から100年で実現できるとシミュレーションしています。マッケイ博士は火星の環境を改造することで逆に温暖化などさまざまな問題を抱える地球の複雑なシステムを理解することができると考えています。
私たちの地球はとても複雑な作りをしています。家に例えれば電気設備、水道などがどう機能しているかまだよく分かっていないのです。火星を地球のように改造することは隣の空き地に新しい家を建てるようなものです。そして家の機能を一から学ぶことで逆に自分の家、つまり地球の機能がよく分かるようになります。これによって私たちは地球をうまくコントロールすることができるようになるかもしれません。火星に出ていくことによって地球文明を持続させるための道も見つかるというのです。1000年後、人類はこの火星に地球文明を広げているかもしれません。私たちの地球文明が自ら作り出した現代の危機を乗り越え生き延びることができたとしても、やがては必ず地球を離れなければならない時がやってきます。私たちの命を支える根本である太陽に終わりが訪れるのです。その時、太陽は次第に膨れ上がっていきます。地球の海は完全に干上がり、おそらく生物の住めない環境になると考えられています。私たちは太陽系を離れもう一つの地球を探すために銀河系に乗り出していかなければならなくなるのです。人類が宇宙空間に乗り出していく様々な方法が科学者によって考えられています。その一つがスペースコロニーというプランです。スペースコロニーとは人間が半永久的に暮らすための巨大な宇宙基地、いわば宇宙に浮かぶ人工の地球です。巨大な基地の内部には地球の環境が再現され、およそ1万人が生活することができます。こうして私たちは遥か彼方の第二の地球を目指して旅を続けていくのです。海で誕生した生命は陸へと進出し、今度は宇宙へ広がろうとしています。宇宙への旅立ちは陸への進出と大きな違いがあります。陸への進出は進化の法則に従っただけですが、宇宙への進出はどのように宇宙に出ていくのかを人間が自ら決めなければなりません。そして私たちは生命のゆりかごである地球を離れ、宇宙へと乗り出し広がっていくのです。私たちは1000年、1万年をかけて他の星を目指すのかもしれません。そしてもう一つの地球を探し、もう一つの文明と出会っていく中で問い続けていくのです。私たちは何者なのか、どこから来てどこへ行こうとしているのか、その答えに一歩一歩近づいていくために、今人類の新たな旅が始まろうとしているのです。